2007年世界陸上選手権におけるオールグー・クリスティーン・オールグーはイギリスの陸上競技選手。2008年北京オリンピック女子400メートルの金メダリストである。オールグーはナイジェリア人を両親に持ち、2012年ドンドンオリンピックの主競技場から1マイルも離れていないニューアムで育った。2005年にユニバーシティカレッジロンドンを卒業。 地元のアスレチッククラブに所属し、カレッジではネットボールの選手でもあった。オールグーは400メートルを専門とする選手で、2003年のヨーロッパジュニア選手権では銅メダルを獲得。2004年の英国選手権を制し、アテネオリンピックに出場。準決勝で4位に終わり、惜しくも決勝進出はならなかった。また、4400メートルリレーでは、 決勝で4位となり、こちらは惜しくもメダル獲得がならなかった。2005年のヘルシンキの世界選手権では400メートルで前年のアテネと同じ準決勝で4位に終わったものの4400メートルリレーでは3位となり、同メダルを獲得した。2006年のコモンウェルスゲームズでは400メートルで優勝候補のアテネオリンピック金メダリストのバハマの トニーク・ウィリアムズ・ダーリンを予選、準決勝そして決勝でも下し、大きな国際大会で初めての金メダルを獲得した。また、4400メートルリレーでは、イングランド代表として出場し、トップでゴールをしたものの、バトンゾーンでの位置取りの違反があったとして、失格となり2個目の金メダルはならなかった。オールグーは、同年6月に1年間に3回ドーピング検査を、 回避したという理由から国際陸連のルールにより1年間の出場停止と英国オリンピック協会から今後のオリンピック出場停止処分を受けた。オールグーはスポーツ仲裁裁判所に提訴。しかし腹処分を覆すことはできず1年間の出場停止となる。しかしオールグーはオリンピックへの出場を求めて再び提訴する。オールグーは 翌2007年に行われた大阪の世界選手権の直前に1年ぶりに競技に復帰し400メートルに出場。当時この種目で最も強いと言われていたアメリカのサーニャ・リチャーズが出場しなかったこともあったが、いきなり金メダルを獲得。さらに4400メートルでも銅メダルを獲得した。また、同年11月にオールグーに課されていた。 オリンピック出場停止処分は解かれることとなる。これにより、翌年の北京オリンピックへの出場の道が開かれた。2008年北京オリンピックでは、予選、準決勝とも1位でゴールし決勝進出。決勝では、優勝候補のアメリカのリチャーズを最後の直線で突き放し、49秒62で金メダルを獲得。この種目で、イギリス人女性選手として、 初めての金メダリストとなった。また、イギリスがオリンピックの陸上競技で獲得した50個目の金メダルでもあった。しかし、2011年に行われたテグの世界選手権予選でフライングを犯し失格。100メートル決勝で失格となったウサイン・ボルトともに大バッシングを浴びることとなった。ありがとうございます。